ました。キリトからです。いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？ごきげんよう、皆さん。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違ってあたしは職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。ディーバさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。このピノちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、 GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ、リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、
まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れていくためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。なるほど、そんなことも可能なのですね。先輩 AI というわけですか。いろいろと勉強させてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おいキリト、しょっぱだから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度キリトさんのスコードロンの名前はなんていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だからスコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよキリト君。まあそうだった、君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いからいろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。
変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。対価、よし決まりだ。俺についてきてくれ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルやフィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで使用の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから。よかった。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げると色々と得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみろよ。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。の、ちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな。え？秘密です。キリトー！はーい、キリトだ。会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない、キリト大好き。ストレア、他に人がいるんだし落ち着いて。もう仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよユキ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ。この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア、トレジャーハンターをやっているわ。アバシスのタイプ X も狙っているんだけど難易度高くって。ねえ、私たちを手に入れるのはそうたやすくありません。覚悟することですわ。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、
君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。一度試しに手合わせしてみようよ。ゆうきちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイ。ちょっとリアルの用事が忙しくて、ログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。キリト君やアスナちゃんから新しい友達ができたって話を聞いていてね。あな、うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えてあげる。ユウキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょうか。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、おめえさんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。話しかけるタイミングが難しかったのです、ものすごく。あなた一体何をしているのですか。まあお子様なおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。 NPC を口説くのが大人なの。そんなのできるわけないじゃない、バッカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ、わかってるな。そんなおめえさんにはスペシャル情報を教えてやろう。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。当然です。私はタイプ X ですから、そこらのアファシスとは比較になりませんわ。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる、このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。ついな。でも、おめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうか、アファシスっていうよりアホシス？な、失礼な。私だってクールビューティーですわ。
キリト。ああ、プレミアじゃないか。新しい。こんにちは。私の名前はクレハ。よろしくね。はじめまして。私はプレミアと申します。キリト。仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか？下。待て待てプレミア。頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。 NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲームオリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです。キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。というわけでプレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にグロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いいねで売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。